はい、キヌです。呪い女パート4をこれから撮っていこうと思います。呪い女とずっと読んでいたんですが、もしかしたらこれ呪音じゃないか、呪音って読むんじゃないかっていうことにちょっと思い始めたんですが、まあそれを置いといて先に進みましょう。これでいきますね。コウスケ、治るどころかどんどん具合悪くなってる。今日も調子悪いからってちょっとしか会えなかったし、早くコウスケといっぱいデートしたいな。ん？ひ、もしかしてユイ？ひ、久しぶり。ずっと連絡取れないから心配してたんだよ。てか、なんでそんなボロボロなの？何かあったの？あ、待ってよユイ。何あれ、超気味悪い。え、何これ、どういうバグ？はい、キヌです。呪い女パート4を撮っていこうと思います。呪い女とずっと読んでいたんですが、もしかしたら呪音かもしれないです。呪音の方がなんかしっくりきますよね。で、1回目の選択肢、確かめなきゃ、美咲にメールする、コウスケにメールする。これの前の話なんですが、なんかバグってて、なんか後ろにベルアップ画面とか入っちゃってるし、ちょっとよくわかんない状態なんですけど、とりあえず美咲にメールするを選択したいと思います。あれ？ユイからメール来てる。美咲はコウスケと付き合ってるの？ここは前もう呼んでるので、バレちゃったか。そうだよ、黙っててごめんね。話したかったんだけど言いそびれちゃった。早口でいきます。なんでこんなひどいことするの？私がコウスケのことどれだけ好きだったか知ってたよね。悪いと思ったけど、私もコウスケのこと好きになっちゃったからしょうがないじゃん。友達だって信じてたのに、美咲まで私のことを裏切るの？めんどくさい。ごめんだけど、そういうの重い。そんな性格だからコウスケに捨てられたんじゃない？ああ、もうしつこいなー。呪ってやると。意味わかんないからもう無視しちゃおう。はい。おー、レベルアップ画面が二重に重なりました。どういうバグ？閉じる。はい。おっと？ミスりましたね。これは、おー、何回広告が出てくるのかと。まあ、バグったんでしょうがないんですけど。それでは次の選択肢までカットしたいと思います。はい、これで、2回目の選択肢です。で、前回はコウスケに全てを打ち明けるを選択したので、私がユイを止めなきゃを選択したいと思います。こうなったの全部私のせい？どうしよう、ユイを止めないと。ああ、もう止めれる状態にないですよ。はっ、ユイ、ちょっと待って。ですよね。ですよね。そうだと思ってました。ですがですよ。これは前回と同じエンドに行くと思われます。なので、ちょっと行くかどうか確認するためにカットします。はい、やっぱり、調べてみたところエンディングが一緒のようでしたので、また選択肢からになります。コウスケにメールするを選択します。ユイからだ。なんだよ急に。ここは前も呼んでありますね、他のエンディングで。コウスケは美咲と付き合ってるの？あー、バレたのか。めんどくせえな。そんな感じかな。なんでよ、なんで美咲なの？私の友達なんだよ。なんで？美咲の方から告白してきたんだよ。俺も悪いと思ったんだけどさ、好きになったからしょうがないだろ。はぁ、しつけえな。何なんだよマジで。死ねばいいのに。ち、ほんとだりーな。しかとしよう。どいつもこいつも言うことが一緒なんですね。好きになったんだから仕方ねえだろうって、それだけで通ると思うなよって感じですけど。おっと、閉じる閉じる。ちょっとバグで
何回も閉じないといけないんですよね。で、次の選択肢までまたカットしたいと思います。はい、まだ続き先には進まないんですが、なぜエンディングが一緒だと分かったかというと、ここですね。もしかしてと罪悪感がちょうだい、あの体を乗っ取られたエンドですねに行くっていうのが分かったので、前回選択した美咲ちゃんルートは罪悪感を通ったのでちょうだいに行くと思います。なのでやり直してます。ではそれが言いたかっただけなのでまたカットします。はい、ようやく選んだことのない選択肢を選べるようになりました。美咲に電話するは前見たので、美咲に直接話をするを選択したいと思います。康介、話って何？あのさ、ん？美咲、前に俺が怪我したのはバチが当たったからって言ったことあるだろ？そんなこと言ったっけ？それがどうしたの？なんかさ、こうも短期間で怪我するとマジでバチが当たったんじゃないかって思えてきたんだよ。まあ、ながち間違ってないかもね。康介、相当優位に恨まれてると思うよ。呪いの話とか興味津々だったし。呪い、あ、なんだよ。あ、私は何にも悪くない。だってあの呪いの話は嘘だもん。は？どういう意味だよそれ。元はといえば康介が優位を傷つけたんだよ。そうだよ、私何もしてない。あはは。コウスケ、悪いけど私たち別れよう。じゃあね、元気でね。え、おい、美咲。くそ、なんだよこれ。ユイのやつ、まだそう遠くには行ってないよな。話しつけてやる。新展開。まさか、あんなに好きになっちゃったからしょうがないじゃんって言ってたユイちゃんじゃない。美咲ちゃんが、まさかの、コウスケを見捨てる。本当に？え？本当に？殺したい、愛してる。私クルシカだからあんたも。ちょっと日本語が不自由になってきたんですかね。ちょっと読みづらいですね。ものすごくこうなったのあんたのせい。ちっちゃい通が消えてますね。変化ありましたかね。ちょっと道具じゃないな、ユイの日記を見てみたいと思います。ユイの日記で、あ、一番下開かれてますね。これなかったんですよ。大好き、殺したいくらい愛してる。 C も消えてますね。なんかところどころ消えているこの文字は一体何なんでしょうか。ちょっと不思議に思ってます。それではまたカットしたいと思います。はい、続きになります。ユイ、全部てめえのせいなんだろ。一体何考えてるんだよ。黙ってないで何とか言えよ。おい、ゾク。なんだよその人形。ねえ、なんでこんなひどいことするの？大好きだったのに。信じてたのに。ざけんなよクソが。てめえマジいい加減にしろよ。それ使って俺に呪いかけてたっていうのか。気味悪いんだよ。てめえが呪われろ。うるさいな。ねえ、コウスケ、痛い？苦しい？私も痛くて苦しかったよ。ああ。待って、俺が悪かった。謝るよ。もうこんなことしねえから。
だから許し。ふいん。あれですね。もう、ここまでしといて許しをこうなんてバカかと。そういうことですよね、ゆいちゃん。うん。もう愛情が憎しみに変わってしまったわけですね。こういうこともあるのかな。よくわかんないけど、あるのかもしれないですね。それでは、長かったですが、呪い女、これで全部のパートを回収したので終わりとなります。ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら高評価やコメント、チャンネル登録などいただければ嬉しいです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。それでは。